ジュランダル声優の乃木かなさんがソコパカに出演、に対するみんなの反応。乃木さんは喋ってるとずっとどこかしら動いてて面白かった。自己紹介終わりのゲッツは2003年スプリンターズ S の口取りのポーズだそうだ。乃木さんがやると可愛いっす。昔の池添さん、ピチピチですね。手のジェスチャーがなんか個性的で面白いですね。もしかして今の若い子は知らない？最近アニメにも絡んでたから知ってるんじゃない？庶民サンプルは全然最近じゃないよ、もう9年前だよ。庶民サンプルの時点ですでにゲッツは懐かしいの領域だったろ。ゲッツはラミレスもやってたから最近の子も知っているはず。ラミレスって最近か？今度中京競馬場に来ますよ。ゲッツなら石川県の CM でめっちゃ見る。中学校の授業でダンス。最近は創作ダンスってのがあるらしいよ。2012年から中学保健体育でダンスが必修化されたみたい。小学校の頃はバレエを習っていたのである程度は踊れたな。男の子のバレエってあるんだ。男子でもあるよ、女の子だけのものではありません。海外で活躍する日本人男子バレエダンサーもいるから別に珍しくはないな。子供がいる人なら子供が授業でダンスやってるとか聞くのでは？やめてくれカカシ、その術は俺に聞く。ダンス？ソーラン節は踊ってましたねー。おっちゃんが学校で踊ったのなんてフォークダンスとエッサッサくらいしか。ボンダンスなら幼少の頃からたしなんでおります。やったやった、ソーラン節でしょ？ブレイキンだっけ、あれが五輪競技になるくらいだしな、ダンスは世界的な人気。必修授業化するはるか以前から強いんですよね。ブレイキンの例はむしろ逆な気がする。高校の時あったけど体育でダンスは女子だけだったな。高校は男子は柔道剣道の選択制、女子はダンスになってたと思う。創作ダンスはあったな。うちでは基本的なステップは教えてもらったけど、今思い返すとあれって先生もいきなり教えることになったのかな。俺が中学生だった十数年前には体育でダンスの授業あった。30代後半だけど中学の時柔道とダンスの選択制だったな。30代前半の Y もそうだったわ、女子はダンス選ぶ子が多かったな。Y の中学校は当時は選択必修的な感じだった記憶。5人くらいのグループ組んでいくつかの振り付けを練習した後、その振り付けの中から3つくらい選んで残りは創作して踊るってやつあったなぁ。世代的にはもっと前だけど中学の時にあったな。選択で柔道か剣道だった、ダンスは音楽の歌のように苦手だったから助かった。高校の時に創作ダンスはあったな、男子は大体ゾンビーズかハレハレ愉快真似してた。地元の公立の方はダンスがダサすぎて悲惨だったとかで保護者からも苦情がすごかったとか聞いてる。体育祭で男女のフォークダンスもあるよね、合法出て逃げれる神戸。男子は武道、女子はダンスだった、冬の授業だったから男子の武道場も女子の体育館もクソ寒かったという意味では平等だった。まだ一輪車も授業でやったことがないアラフィフだ、当然男子のダンスもなかった。ここは10代から70代まで幅広くいるから知らなくても無理はない。Y も盆踊りと阿波踊りは得意やで。ジンギスカンはダンスだから小声。ダンスが必修科目になってるのは知ってたけど、えと一周するほど前からだったのか。俺が中学の頃になくてよかったと心の底から思ったわ。高3の時来年から男子も体育にダンス入るって話聞いて、あぶね俺ら逃げ切ったなって話した記憶はある。私のたびたび拾ってきたいい感じの棒はどこにありましたか？自分で埋めたんでしょ。掘り起こしても見つからないのですが。なんかブルボン見たくなってきたな。あのいい感じの棒はまさしく聖剣なんですよ。デラックスロブロイソードが狙われないことを祈るばかりだ。あれはエクスカリバーなのでダメです。いっぱい枝があるした厳してマシュマロ焼こうか。私のいい感じの棒が、ジュランダルの秘密、良さげな棒をあげるとやる気が絶好調になる。犬か何かかな？中の人から単純なところがあると言われていたな。この子面白そうだから早く育成したいぞ。短距離っていつもそうですよね、面白いメンツしかいない。
お嬢。言葉足らず芸もひっくるめてお嬢なのだろうきっと。お嬢はマイルも A だからセーフ。お話いいかな？ネギドンパッチソードしかなかったけどこれでいいかな？ダメです、その直線は私のです。いい感じの棒だったから風呂の焚き付けに使ったよ。ライトをデュランダル部屋に飾られる無数のいい感じの棒。それでチャンバラする二人。デュランダルよりすぐりのいい感じの木の枝を直線職人のライトが丁寧な仕事で仕上げた木の棒だ。インテリアとしても実用面でも申し分ない。二人が飾ってるの想像すると完全にネタだが、実際にやるとちょっと羨ましくなるくらいかっこいいことを知った。ブルボンっぽいがすごいしっくりくるな。強化レベル99の木の棒。チタンの棒にでもするん？デラクスロブロイソードはエクスカリバーじゃなくてクレイモア定期。デタナシュワちゃんが使うと小屋を吹き飛ばす地雷。木の棒はライトがブンブンしながらどっか持ってったよ。レンチョンが持って行ってしまったのん。おお、これが聖剣なんなぁ。短距離得意なキャラは基本的に脳筋設定になるのかな？まあ史実考えても短距離に集うのは短距離決闘か、スタミナが持たない馬か、気象的に距離が持たない馬だからね。足を貯めることができない馬は短距離に回されがちだし、メイケイエールみたいな短距離以上だと制御できなくなる馬も多い。そういやターボも興奮しながら持って走っていったな。実馬もいい感じの棒を加えて、見学に行った人に見せびらかしていたみたいだ。ライトをまっすぐの棒があったので持って帰りました。同室じゃねえか。いい感じの棒をなくしてやる気下がるイベントありそう。いい感じの木の棒ってなかなか落ちてないよね。まっすぐな棒が好きって言うからホームセンターの資材売り場に連れて行ったらそうじゃねえんだよなぁ、みたいな顔される。長物好きなら興奮するけど剣を求めるならやっぱりいい感じの棒が一番なんよなぁ。いい感じの棒ってフレーズがもうなんか卑怯。昔は近くののっぱらで棒を振り回して遊んだものじゃよ。いい感じの棒って家に着く頃にはどこかに行っちゃってるよね。崖に刺さってた棒を持って行ったのはお前か。短距離で追い込み合ってる子だからまあ変な子になるよね。ブロードアピールも変な子になりそう。短距離勢が熱すぎてオーバーシードですよ。育成シナリオ多分オカルと同じ人だろうしマジで面白いんだろうなとは思う。デュランダルはマスチャレとかの待機ポーズの無風って感じの立ち方がアホの子っぽくて好き。いい感じの棒を拾うといえば犬か男子小学生、男児というのは犬みたいなもんなんだな。また犬娘が増えるのか。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。